平成14年度第55回全国高等学校バスケットボール選手権大会2002年茨城インターハイです。日立市で行われております。男子準決勝です。地元土浦日大対秋田代表の能代工業の対戦です。白のユニフォーム、秋田県立能代工業高等学校、コーチ加藤さん、A コーチ堀井さん、マネージャー小西さん。選手です。4番黒政、5番高久、6番吉田、7番宇都宮、8番富田、9番高橋、10番梅津、11番土崎、12番柴田、13番宮城、14番柳川、15番北田です。土浦日本大学です。茨城代表です。コーチ佐藤さん、アシスタントコーチ逸見さん、マネージャー田村君です。選手4番岡田、5番田中、6番平松、7番筒井、8番荒木、9番中山、10番福島、11番大串、12番広瀬、13番海藤、14番松永、15番渡辺です。一度スタートです。4番、8番、9番、7番、5番です。土浦です。4番、5番、6番、8番、
10番です。8番のファード、ボールはスチューラーです。シュートカウント、スリーポイントシュート、白7番のシュートカウント、ファールは白9番です。チームファールは3回目です。土浦、青
方です。2番の後ろ7番青5番青4番ですね。オンシュートカウント10対5。ここで球は土浦、ボールは青です。青4枚シュートカウント13対5。ファールです。ファールは青10番です。リード土浦です。9番のシュートカウント、スリーポイントシュートカウント、バスケットカウントオンスローです。ワンショット。ボールは青です。今度は白5番2番は白9番白9番スリーポイントシュート、カウント始めました。リバウンドは白8番9番のシュートカウントスリーポイントシュートです。リバウンドは白7番です。青6番このスティール4番車さん逆サイドからシュート外した。4番車さんシュートアウト。
ター青4番カウント21対16。ファウルがありました。スローインです。8番吉野工業逆転です。ダブルチーム成功。これはインターセプト。これは青です。30点マートです。青です。22対21です。吉野工業1点リード。残り時間3分42秒です。シュートカウント。ファウルは5番、ワンショットです。8番シュートカウント。残り土浦逆転。リバウンドは白5番。3対1。ファウルは青4番です。ツーショットです。1回目。2分46秒。同点です。白7番。8番の
スリーポイントシュートカウント29対24。リバウンドは青8番ターンオーバー、むしろスリーポイントシュート、シュート9番ガードは白4番黒政、個人ファウル2回目、チームファウル5つになりました。フリースローです。残り時間13秒、9点リード、11点リードです。むしろクォーター終了です。35対26。スタートです。リバウンドは青4番です。リバウンドは白7番。青8番です。10番シュートアウト。
4番シュートカウント。39対29、10点差、白、後ろ工業がリード。残り時間7分50秒。トップアンズメンバーチェンジです。青7番に変わって青5番が入りました。ボールは青土浦です。9番2回目のファウルです。チャージオタイムアウト。土浦です。第2クォーターです。
4番のシュートカウント49対31です。女子のリード。シュートカウント白4番のファウルです。藤井ファウルは3回目です。チームファウルも3回です。6番に変わって15番が入ります。ボールは青です。残り時間1分56秒。スリーポイントシュートカウント、青10番。15番のファウル。
個人ファウル1回目です。チームファウル3回。シュートカウント、内海。白5番のシュートカウント。残り時間41秒。青6番シュートカウント。シュートカウント60対38。ファウルです。ファウルは白9番。個人ファウルは3回目。残り時間 7.6 秒。ボールチェンジです。9番シュートはアウト。第2クォーター終了です。前半終了60対38です。能代工業がリード。日立市市民運動公園中央体育館で行われております。第3クォーターです。ボールは青、スチーラです。アウトオブバンズ。ボールは白。シュートカウント。ボールは白。
残り時間8分51秒22点リード白虫野工業。白7番内海シュートスリーポイントシュートカウント。青5番4番でシュートアウト。2番の自分でタッチシュートアウト。ボールは白。ファウルは白9番です。4回目のファウル。個人ファウルは4回目。9番のファウルです。7分を切りました。第3クォーター。リバウンドは青8番。リバウンドは7番内海。入りません。ボールは白。残り時間6分14秒。入りません。白9番。これは入らない。惜しい。スリーポイントシュート。7番アウト。リバウンドは青8番です。
球だ。6番にシュートカウント。シュートカウント、アシスト白8番です。カウント岡田、シュートカウント。ファール、白5番です。白5番のファールは2回目、チャージオタイムアウトです。土浦です。第3クォーターです。残り時間3分52秒です。15番が入りました。9番シュートカウント。ファール1回目です。チームファール3回。1回目外した岡田。
2投目のカウント、3投目カウント、75対51、9番高橋スリーポイントシュートカウント、すげえ返してもらった富田シュートカウント、15番です、個人ファウルは2回目、チームファウルは3回目、8番にシュートカウント、カットボール岡田、試合再開です、残り時間24秒、シュートクロック残り10秒、ファウルです、青15番です、個人ファウルは3回目です、チームファウルは4つです、シューターは白5番です、第3クォーター終了です、83対56です、後ろ攻撃がリード、吉野工業第4クォーター開始です、
今度は土浦。シュートカウント、4番クロマサシュートカウント、ボールは西田工業、ここ決まりました、宇都宮。7分6秒、アンスポーツライクマンファール、アンスポーツマンライクファールは2投です。1投目アウト、に変わって5番が入りました、土浦日大です。青4番岡田シュートカウント、ナイスシュートです。スリッピンシュート、これは入りません。リバウンドは青15番、スリッピンシュート、ここだ。リバウンドは白の7番、ファールは青5番です。メンバーチェンジ、11番、12番が入ります。変わったのは8番、9番です。個人ファラー2回目、白11番。
当、本当普通に5番高く今度は土浦4番シュートあと足の11番土浦1番です白11番これアウトボーバーンズバーンズ99対63です残り時間4分28秒スリーポイントシュートは入りませんリバウンド白11番7番シュートアウトまた2番と11番4番黒政101対63です13、15、16が入ります4番、5番、7番が下がりますこれで能代工業スタートは1人もいなくなりました残り時間3分19秒4番に変わって14番が入りました土浦
6番吉田シュートカウント。ファウルです。白6番のファウル。3発連続。白10番梅津シュートカウント。15-30点差。シュートカウント。ファウルは15番です。渡辺のファウル4つ目です。個人ファウル4つ目、チームファウルは2つ。これはカットボール。ボールは白。シュートカウント。ダブルドリブル。シュートカウント。時間4秒3秒2秒カウント。 0.6 秒試合終了。111-80です。吉田工業が勝ちました。決勝進出。
りに出てくる7番の選手の能力見てたんですけど、やっぱり控えの選手もやっぱりすごい練習してるから、うん、本当に、まあ、シュートうまいし、うん、ただ土浦としてはやっぱりインサイドでもうちょっと点数を取りたかったのが誤算だったんじゃないかなとは思うんですけどね、はい、うちの方が、まあ、力的には一緒か、もしくは土浦には岡田君っつって、まあ、ジュニアでも将来ナショナルチーム入りするであろう逸材の選手いますから、うん、どうしてもそこが中心になって攻めちゃったと思うんですけど、うん、うちの場合はこうバランスよくこう高くがダメだったら内海がダメだったら高橋とか富田っていう感じで、それをうまく黒政っていう3年生のガードがコントロールして、それをまあ要所でこう上級生が占めてたかなっていう、うん、力的には本当あるチームだと思いますよ、はい。もう一度北陸ですけど、え、北陸は嫌です僕は先輩のチームとやりたくあそこにいるんだけど、ヤクナンとやる予定で今回来たんですけど、うん、まあでも北陸もね勢いのあるチームだから、でうちよりもでかいし、うん、まあ小さいチームはどうやって頑張んなきゃいけないかってことを一生懸命鍛えてきたチームだから、それを出せればいいと思うし、うん、本当選手はよく頑張ってると思います。特にコンディションの作り方が去年と違って個々でこうやれるようになってきたのが収穫ですよね。やっぱりこう上を目指してる選手たちが多いんで、能力はないんだけどやっぱり技術とかそういうものを何でカバーするかっていうと、やっぱり考え方っていうか自分の体のケアだったりコンディショニングだったり、その時間帯に体を合わせることだったり、うん、相手のチームはこうであればこういう戦術バリエーションを、うちのチームの場合は僕が持ってるわけじゃなくて子供たちが、選手たちがいっぱいバリエーション持ってるから、それを第1クォーター、第2クォーター、第3クォーター、第4クォーターの出し方っていうもので今日はしっかり出していけてたと思うんですよ。でいつもは第3クォーターが勝負クォーターだったんだけど、今日は第2クォーターが勝負になっちゃったんで、第2クォーターで高くと内海がもうここのクォーターが勝負だよってことを言ってて、でそこで離せた点数で第3クォーターを逆に抑えていって、うん、逆に抑えていったらあっちが早打ちをしてくれてシュートをどこどこ落としてくれたので、それがいい感じでこう逆にこっちがちょっとスローダウンした攻めの中でもこうブレイクの形で点数が取れたっていう感じにこうなっていったので、まあ、うまいですね。やっぱり俺が言うのも変ですけど、うちの連中は相当頭を使って、うん、単純なバスケットを結構、うん、嫌な部分を一生懸命やってますよ、うん、嫌なんですよ。ちっちゃいチームは単純なことを徹底してやらないといけないから切れちゃうんですよね。2クォーター3クォーターの小笠君と戦いを思うんですけども、はい、うん、そういう点では明日っていうのは不安は、まあ、全然ないですっていうのは、そのために残りの7人がベンチにいるわけですから、はい、うん、6番目7番目っていうのはその選手が出ることによってチームの悪い部分の流れを変えるために6番目7番目の選手がいるから、だから黒政がこけたら誰々、高橋がこけたら誰々っていう準備は全てできてるので、はい、逆に言えば能代の6番目7番目まで出てこない状況なので、うん、楽な試合になっちゃったかなっていう。あれで黒政とか富田が外れていって、それで10点差ぐらいのゲームだったら本当にいい試合だったと思うんだけど、そこまでまだ行ってなかったんで、こっちはちょっと第3クォーターからは余裕で、第4クォーターも余裕でやれたかなっていう。今日も見てたんですけど、はい、6番手の土屋君が相当に、はい、まあ、ディフェンスなりリバウンドなりっていうのを頑張ったと思うんですけれども、うん、やっぱ勝負になった時に6番手としてインサイドに出てくるのはやっぱり彼で、うん、まあ、彼でもいいし、逆に高久がファウルアウトしたら、はい、まあ、当然1年生を使うし、今日の土浦じゃないけど当然1年生もそういう気構えで今日やってるから、ちょっとディフェンスはまだまだだけどいいプレーができてるんでね、1年生も、うん、いいかなとは思いますけど、はい。明日の北陸の鍵になるというのはどこだと思われますか、相手の鍵。去年の国体の時に北陸さんとやって延長になってたんですね。だから能代に対して多分
あのディレード的には攻めてくるとは思うんだけれども、ただ洛南に勝ったバスケットが北陸の本来のバスケットなので、そうするとディレードではないんですよね。だから多分北陸としては、まあ、どっちもやってくるとは思います。第1クォーターで様子を見て第2第3クォーターで勝負をかけてくると思うんですけど、ただ洛南とうちの違いは高さ対速さでやってるわけなんで、だからそれを北陸がどう捉えるかで多分北陸のバスケットを変えると思うんですよ。僕たちは変える必要がないし、はい、僕たちがバスケットを変えたら負けた時になりますから、はい、僕たちは変える必要ないけど北陸は多分変えてくると思うんで、その変えたのが吉と出るか凶と出るかっていう、うん、逆に言えば北陸の問題じゃないですか。北陸の出来がいいか悪いか、でも確かに勢いがあってすごい北陸はいいチームだと思いますよ、うん、何がいいって石崎くんがいいね。やっぱり今日もあの土浦もあの岡田くんがいいっていう、本当岡田くんが良かった、うん、最後までこう切れないでこう頑張ってた彼見てると、うん、すごい立派だなと思うし、岡田君も あそこの、北陸の彼もキャプテンもやっぱり いいんですよ。でなぜああいうのをうちの選手はできないのかなっていうのをすごい思いますね、うん、だから彼らたちはみんなジュニアに入ってお互いにこうしのぎを削ってるメンバーなんで、だうちの富田でも内海でも高久でも彼らみたいな気持ちでもっとジュニアに行った時でもやってくれれば多分評価は高いと思うんだけど、うん、なんせジュニアに行くとやっぱり田舎者だから評価が低くて、彼らみたいにやっぱり高い評価を得られるようにね、選ばれてるわけだからやってくれればなってうちは思うんだけど、うん、まあでもまあ、ベスト4に残ったチームはそれぞれがやっぱりいい選手がいてチームをしっかり支えてて、うん、それがやっぱりベスト4になったきっかけだと思うから、うん、伊達に決勝にね北陸が上がってきたわけじゃないと思うんで、やっぱり津田先生とか久井先生とかやっぱりいい指導者に恵まれてるから、うん、そこまで上がってきたと思うし、洛南でも同じだと思うんですね。佐久間先生とか吉田先生とかもう日本で一流の指導者にこう教わってきてることを一生懸命出そうと思ってやってきてたんで、すごい見てていいバスケットというか、うん、だから僕はちょっと長くなって申し訳ないんだけど、バスケットって高校生にとってはメジャーなんですよ。交代例の中の加盟で一番多いのはバスケットなんですね、男女を通じて。でにもかかわらずやっぱりそのなんていうかな、全体像で見てしまう、日本のバスケットっていう形で見てしまうとマイナーだマイナーだっていう評価になってしまうんだけど、多分まあ会場狭いか分かんないけど、これだけ熱気のあるインターハイの試合っていうのはバスケット以外僕はないと思うよ。バレーボールにしろ何にしろ僕は、うん、バスケットって素晴らしいなと思いますよ。見る側もやる側も一生懸命だし、見る側も一生懸命見てくれるし、うん、だから僕はバスケットっていうものが好きだし、だから指導者になったわけだから、うん、やっぱりそのバスケットの良さ、うん、もしくは能力のないちっちゃい人間はどうやったらその面白さにたどり着けるかっていうことをもうコートで表現したいと思って毎日教えてるわけだから、それはみんな洛南の先生も北陸の先生もね、土浦の先生も同じですよ。土浦の選手が一番メンタル的には強いですね。すごい気持ちとかハートを教え込まれてるから、すごいどんな逆境に立ってももう捨てないで頑張ろうっていう意識がすごいあった。だから僕はすごい見習って、そういうものをまた僕自身が、ね、勉強させてもらってね、自分のチームに入れていければすごい日本のバスケットって高校生って良くなると思うし、うん、今の高校生はすごいですよ、うん、本当吸収力があって、うん、そこら辺でねチャラチャラしてるね高校生何人かを見てね、今の高校生はって表現するよりもこういうコートに足を運んでね一生懸命やってる高校生を見てね、今の高校生はすごいっていうことをもっと大人たちが喋ってくれたら日本の中ってもっと良くなるんだけど、うん、勘違いしてるよねちょっとねと思います。はい、ありがとうございました。はい、明日も頑張ってください。もうどんどんなくなっちゃって、でも最後は完全に体力切れでやられちゃいました。最初のリズムはそうだったよね、はい、やっぱり、ね、やっぱあのリズムならいけるって思いましたね。小田君の感性もいつか知りましたね。はい、
それでもやっぱり最後にキャプテンとして自分が最後までプレーできなかったっていうことが一番悔しいです。途中で相手がボックスワンになってきたけど、はい、高橋がついてきたけど、はい、あれは、まあ、最初からなんかディフェンスはしてくるなとは思ってたんで、それについてはあまり焦ることはなかったんですけど、やっぱりもう体力が切れてきたところで疲れちゃったんで、完全にやられちゃったっていう感じあります。この会場全体にやっぱ人と熱気とかで、ね、やっぱ空気がやっぱ薄いなって感じは最初からしてたんですけど、やっぱりそれでむしろのペースに持っていかれて、それもやっぱ原因の一つかもしれないです。対策してきたのは、やっぱ向こうのオールコートのゾーンプレスを突破することを対策してきたんですけど、それについては本当問題なく運びだと思うんですよ。あんま大きなミスもなくてスラスラそれは攻略できたんですけど、まあ、向こうのシュート力とスピードとテンポにやっぱ対応できなかったっていうのが、まあ、原因かな。対戦する機会もあると思いますけど、はい、その時はやっぱ今日の試合を振り返ってしっかり、またあのスピードに慣れて、次はまた違った戦い方ができるようにまた一から練習し直したいと思います。私の招待地元開催、はい、先生もやりました、はい、どうですか振り返ってみて。地元ってことでやっぱり会場の皆さんもやっぱり応援してくれるんで、すごいやりやすい雰囲気だったんですよ。やっぱその声援に応えられた試合もあったし、やっぱ今日はこういう結果になりましたけど、やっぱり全体的にはやっぱベスト4っていう目標は果たせたんで、まあ今の結果に満足はしないですけど、やっぱ充実感っていうのは少し達成感はあります。あの4連続スリーポイントの時に相当大きな歓声が湧いたんだけど、うん、あの時はどうだったの？まあ、4連続ってあんま気にして分からなかったんですけど、やっぱ自分のリズムで打てたんで、まあ、いつも通りのリズムで打ちたんで、まあ、自分の気持ちは乗っていました。7番でガードをやっている筒井です。お疲れ様でした。今日の試合の感想をお願いします。練習した通りのことができなくて、能代高のペースになってしまって、土浦のペースでできてなかったので、その辺が悔いに残ります。土浦らしい試合の展開というのはどんなものですか？そうですね、やっぱり能代高に100点入れられちゃったんですけど、点数を80点台に抑えてこっちが90点ぐらいの試合を取るっていうゲームなんですけど、今日の試合に対して何か対策っていうのはあったんですか？やっぱりプレスの時のボール運びとかそういうの練習やってたんですけど、ボール運ぶのはできたんですけど、最後のシュートがなかなか入らなくてディフェンスも崩されてしまいました。能代高校の工業の強さっていうのはどんなところだと思いましたか？能代高のリズムっていうか、テンポの速いバスケットをずっと続けてくるんで、呼吸が合わなくなってきちゃって、でこっちが先に疲れちゃって向こうのペースでやるっていうんですけど、今日の試合をしてみてどういうところをもっと頑張れば能代工業に勝てると思いますか？やっぱりディフェンスですね。戻りが遅かったんで、やっぱ冬までにはまた対策して、でまた冬戦いたいと思います。今大会は地元ということで周りの声援というのはどうでした？やっぱりすごい地元ということで、すごい周りからも応援来てくれてすごい力になりました。本当に
今回3位という結果でしたけれども、この結果に対してはどう思いますか。本当やっぱ嬉しいんですけど、やっぱ決勝まで行きたかったっていうのは本当です、ね。では最後に、次の大会ありますけれども、次の大会に対する抱負をお願いします。そうですね、やっぱ決勝まで行って勝って優勝することです。どうもありがとうございました。11番のフォワード、ガード大口です。お疲れ様でした。今日の試合どうでした。自分ら出れなかったんですけど、後ろから支えることがあまりできなかったので、もうちょっと頼りになる控えになりたいと思いました。見ていて、今日の自分のチームで良かったところってどんなところだと思いますか。全員声出してて、ハンズアップができているところだと思います。今大会通して、自分なりにこう学んだことっていうのはどんなところだと。自分の役割などそれぞれ学びました。それでは次の大会に向けて最後に抱負をお願いします。次こそ絶対優勝したいと思います。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。8番荒木亮太センターです。お疲れ様でした。今どんな気持ちですか。今やはり悔しいです。試合を振り返ってみてどうですか。能代は強かったんですけど、自分らも強かったです。どんなところが自分たち強かったと思いますか。背は小さいんですけど、ガードの前の走りも速いので、それでセンターの場所をカバーしてもらって、それで上まで勝ち進んできました。今大会を通してみて、土浦日大のプレーというのはどれだけ発揮されたと思いますか。いや、120% 発揮されたと思います。地元ということで応援も頼もしかったのではないかと思うんですけども。すごく助かりました。で、今大会を通してみて、振り返ってみて、何か自分なりに反省したこととか、あと課題とか何かありますか。やはり選抜でリベンジです。今回3位という結果になりましたけれども、この結果に対してはどう思いますか。はい、これ良かったです。それでは、次また大会ありますけれども、はい、次の大会に向けての抱負をお願いします。はい、次こそ絶対優勝。ありがとうございました。名前とポジションを言ってもらえますか。番号センター6番平松翔です。どうですか今の気持ちは。とても悔しいです。今日の試合振り返ってみてどうですか。自分の力を発揮できなくて、ちょっと悔いが残る試合でした。どんなところが具体的に悔いが残ってます。リバウンドにも絡むことができなくて、自分の気持ちで負けないっていうのは出すのができなくて、そこはこれから先課題です。今日の試合に対しては自分なりにどんな課題で臨んだんですか。やっぱり走り負けないっていうことを心がけてやりました。今日の試合で土浦日大らしさっていうのはどれぐらい出せたと思いますか。まだまだ自分ら伸びると思うんで、選抜には絶対優勝したいと思います。これからどんな練習していきたいですか。どんどん岡田を中心に、また自分センターの力もつけて、チームを作っていきたいです。皆さん地元ということで応援も大変頼もしかったと思うんですけど、その辺はどうですか。本当に周りの声援があって自分ら盛り上がってくれたと思うんで、それが何よりも力になりました。それでは最後に次の大会への抱負をお願いします。次は絶対優勝します。どうもありがとうございました。最初にじゃあ番号と名前とポジションを。10番の福島光太です。ガードです。どうですか今の気持ちは。ちょっとやっぱ自分たちのバスケットできなかったんで、すごい悔しいです。今日の試合振り返ってみてどうですか。やっぱ向こうの早い展開に持ってかれちゃったのがあるんで、自分らロースコアで80点以内に抑えて、それ以上に取って勝つっていうバスケットだったんですけど、第一クォーターでもう30何点取られちゃって、向こうの早い展開になってもう流れがこっちに傾くことなかったんで、ちょっとそれが今後の課題っていうのは残りました。最後まで、諦めず戦っていた姿勢が印象的だったんですけど、やっぱ自分らそういうバスケットなんで、やっぱ最後のブザーが鳴るまでボールを追って、でどんな点数差があっても最後までやるっていうのが、土浦日大のバスケなんで、
そういうバスケットはやっぱ最後までやろうと思ってました。後半スリーポイントたくさん入ってましたね。いやあんまり岡田が結構マークきつかったんで、自分が打って楽にするっていうのがやっぱ役目なんで、そういう自分の仕事っていうのを心がけてました。今日の試合で土浦日大らしさっていうのはどれくらい出せたと思いますか？ 8割ぐらいは出せたと思うんですけど、はい、その2割がやっぱ大きい差になってるんで、今後の課題にしたいですね、はい、今大会の地元開催ということで応援も頼もしかったと思うんですけど、その辺はどうですか？すごいもうシュート決めて歓声とか、すごいもう応援してくれた人たちのおかげでここまで勝ってこれたんで、本当にありがとうございました。それでは最後に次の大会に対する抱負をお願いします。もう次は絶対一つ一つまた勝って絶対優勝したいです、はい、どうもありがとうございました。